てくれはった、来てくれはった。太陽が出てくる、写真撮りに行くやつやったっけ。なあ、よう、うん、撮りに行くんや。その時太陽いらんねんな、あんまり。いや、こんなの衣装は綺麗や、綺麗な衣装。わかる。8人豪邸やし、何するか、何するか。時はこのマリ場に真ん中にマリを置くわけですが、その前に手前で松の枝からマリを解きます。その時はこのマリ水管、袖に隠して、解くわけですが、これは見えないように解くと、それが良しとされております。ただご覧になる方向によったら、見えてますよと言われるところですが、まあ、見えないかったことにしていただいて、マリがマリ場の中央に置かれました。風が強いとこのマリがコロコロコロと転げていくわけなんですけど、その時はまた元に戻って、マリ場の真ん中にマリを戻すと、結構こういうことを長いこと診断場合も風が強い日はございます。我々、蹴鞠保存会は飛鳥流という流派を継承しております。蹴鞠保存会が創設されたのは、1907年、明治40年、明治天皇が蹴鞠を絶やすなと、そういうお言葉を頂戴し、お貸し金を頂戴して、できたわけでございます。ですからもう100年以上続いているわけなんです。おかげさんで、若い方々が入会していただいて、マリ場の四隅に切り立ての竹が、ご用意していただいてますが、本来であれば式木季節の式ですね、そういう式木という
名前の木、これは、北西が、松、北東が、桜、反対南からが柳、こちらが楓と、そういう木を植えるのが本来の割り場でございます。一応8人がこれで揃いました。次に8番が7番に、一足で蹴り渡し、7番が軒に同じように蹴り渡します。マリは全部手作りでございます。スポーツ用品店に行って蹴鞠をくださいって言っていただいてもございません。マリの調子を今見ているわけですね。蹴り具合はどうか、音はどうか。練習中でマリの調子を見せる。このマリは鹿革を丸くくり抜いて、真ん中には馬の背革、硬い革です。これで閉じているわけなんです。鹿と馬でございます。馬と鹿ではございませんので大体重さが120から150グラムほどのマリでございます。マリ場の外に、寝るかもしれません。その場合は優しく両手で取っていただいて、へこまないように、マリ場の方にお戻しいただけると助かります。これから蹴鞠が始まるわけです。ご覧いただいて分かると思うんですが、蹴鞠は右足だけで蹴ります。左利きの方も右足だけで蹴ります。私が蹴りますよ。ごめんなさい。そんなに調子よくない。
決まりは、大陸、中国の方からいろんな勉強とか文化一緒に、伝来してまいりました。400年ほど前の話でございます。小学校の教科書で大化の改新という ところがございますが、これは、奈良の高校寺というお寺で、決まりの会がございました。その時に中野大江の王子が蹴られた時に、マリと一緒に靴が持ってきた。その靴をお拾いになったのが、中富の鎌足の藤原の鎌足。このお二人がそれを機に、仲良くなられ、ハンドどうも失礼いたしました。蹴り続けておりますが、調子のいい時はもういつまででも蹴るんですけど、やはり、寒かったりお腹が減ってきたりとか、そういう時は軒が、その辺を見計らって、小さな声で2番の人に「にえ」という、合図を送ります。二の人は、それを軒の方に蹴り渡し、軒は一回蹴って手で取って曲げ場に落とします。Thank you.
大袋する？その時は、恋声ありという恋声をかけて、蹴る分には許されております。男性は頭に烏帽子をつけておりますが、この烏帽子も縦烏帽子と風折れ烏帽子と2種類はつけております。女性の方は烏帽子はつけません。これで今終わったわけですね。入った順番通り、1番から8番まで、退席いたします。これで一座が終わりました。今日はこの後二座、三座予定しておりますので、お時間のある方、まだ寒いけどまだまだ行けようかって言われる方は、どうぞよろしくお願いいたします。こういうものがない陸バス場では、現在こちらでは、竹が建てかけられていますが、これを切り立てと申しまして、必ずしも竹である必要はないんですが、不動産にその中でも構いませんが、ほとんど竹の火を、竹を使うことに使って、これは、既にも平安時代から行われています。普通の繊維で作りました。刺身の沼釜とも申します。これは応仁の乱の時に京都が非常に火災になりまして規制をいたしました。それまでは側帯であるとか機関、そして多少柔らかなカジュアルなものとして農師というような消毒が使われて、主に使われておりましたが、室町時代以降、このような現代の水害と刺身という消毒に変わりました。書いておりますことも、若もぐずと言いまして、そもそも鳥の若もぐずと言いますが、足の先が若もの昔に似ている、あるいはこの鴨の地で開発された、発明された車という説もあり、鴨ですと言われておりまして、下に履く死闘図、そしてから現在は、師匠の方が履いておられる麻布のようなもの、
まあ、革でできたものが本体ですけれども、一般にございますのは、ヒーリーという黒い、上の編み上げのないブーツが現在もございますが、このようなブーツはありますので、ユイヨという革で足に結びでおります。ただいま、足を誇張しましたので、立ち代わりをいたします。
地獄が先に立ての高さですけれども、まあ、これぐらいの高さまでで切りましょうという目安になるものです。同じように、このあなたの味のある部分を見つけ